行きましょう。かかってこい。これを使う。Thank you.
ちゃった。来てくれてありがとう、フェアリー・テイル。ジェラール、変わってないな、エルザ。もう、ああ、そんなつもりはなかったんだけどな。私とメルディで牢を破ったの。私は何もしてない、ほとんどいる。メルディ、ジュリア、久しぶりね。こいつらグリモアの。まあ待て、今敵じゃねえ。ええ、私の人生で犯してきた罪の数はとてもじゃ。だからせめて私が人生を狂わせてしまった人々、例えばジェラール。いいんだ、俺もお前も闇に取り憑かれていた。ジェラール、お前はっきりしている。何？6年前、まだ牢にいる時に記憶が戻った。楽園の塔でのことは私に責任。ジェラールは私が操っていたの。俺は牢で一生を終えるか、死刑。ウルティアたちが俺を脱獄させるまではな。それって何か生きる目的？生きる目的。私たちはギルドを作ったの。正規でもない闇ギル。私たちの目的はただ一つ。ゼレフ、闇ギルド。この世の暗黒、二度と俺たちのような闇に取り憑かれた魔導士を生まないように。ああ、それって評議会で正規ギルドに認めてもらえばいいのに。脱獄犯だぞ。私たち元グリモアハートだし。で、あなたたちを呼んだのは別に自己大魔闘演武に出場するんだってね。あなた毎年開催中に妙な魔力を感じるんだ。その正体を突き止め、その魔力は邪悪でゼレフに似た何かなんだ。私たちはその魔力の正体、ゼレフの居場所を突き止める手がかりに。もちろん勝敗とは別の話よ。私たちも陰ながらフェアリーテイルを応援してる。それとなく謎の魔力を探ってほしいの。雲をつかむような話だが。いいのか、エルザ。妙な魔力のもとにフィオレ中のギルドが集結してるとあっては。報酬は前払いよ。食費、家賃。いいえ、お金じゃないの。私の進化した時のアークがあなたたちの能力を。え、パワーアップといえば聞こえはいいけど、魔導士にはその人の魔力の限界値を決める器のようなものがあるの。たとえその器が空っぽになってしまっても、大気中のエーテルナノを体が自動的に摂取して。ただ最近の研究で魔導士の持つ誰にでもある潜在能力、セカンドオリジン、つまり今まで以上に活動時間を増やし強大な魔力を使える。うおおおお、全然意味は。ただし想像を絶。目が怖い。構わねえ、ありがとう、ありがとう。グレイ、天狼島以来ね。と言ってもあなたからすればそう日はたって。あんたは7年の間に。ええ、己の罪を認める気になったから。認める？私は幼い頃に母に捨てられた。魔法開発局に送られ、その時私は
母に復讐しようと決めたの。ゼレフが復活し大魔法世界が訪れれば時のアークは完成し、全てをやり直すため呪われた人生を。全部が全部あんたが。そうかもしれない。でも私のしたことは決まってるなら。え？落ち込んでいようが沈んでいようが、目的さえ持ってりゃ死んだまま生きるよりずっといい。ひどい激痛。でもなんか強くなった気がするぞ。それじゃ時のアークがうまく機能したかテスト。俺たちが練習相手に。セカンドオリジンにより得た力見せてもらおう。七つの星に裁かれるフランシャリオ。ありがとう。決戦！いいぞ！よし、上出。セカンドオリジン使えるように。さすがフェアリーテイル、飲み込みが早いわ。うん、魔力上がったみたい。精霊界で無駄にした分取り返せたかも。新たな力を自在にコントロールできるようになった。またか。大魔刀演武前の腕試しね。次は本気だから覚悟して。自信持てたら会いに来る。
記憶が戻ったと言ったな、ジェラール。ああ、それはつまり、俺が殺した。ニルヴァーナの時のことは覚えてるよ。記憶をなくした自分という感じで覚えてる。私は昔のお前だと。そうしてもらえたら嬉しいが、シモンの件もある。お前がシモンの仇を討ちたいと望むなら、俺は。シモンがそんなことを望むと。闇ギルドを殲滅するためのギルドを立ち上げた。それがお前の罪滅ぼしであり、お前の覚悟だろ。よくわからないんだ。なんだと。確かに最初は罪滅ぼしのつもりでクリムソルシエールを作った。俺は何のためにこんなことをしているのか。俺はやはり何をふぬけたことを言っている。お前ほど強くないんだ。強くなければ生きていてはいけないのか。違うだろ。生きていく。お前は昔のジェラールじゃない。生きることに必死だったあの頃。そうかもな。貴様、お前の言葉はいつも正しい。そんなことはない、エルサ。もう会えない、ジェラール。できない。いや、いや、俺の方こそ。そうか、それはめでたいな。知らなかった。大事な。だったらその人のため。そうだな。ジェラール、どうして婚約者がいる？聞いてたのか。少しは自分に優しくしてもいいんじゃないの？それとも自分への罰の罪？罰こそがクリムソルシエールの掟だろう。光の道を進む者を愛してはいけない。俺はエルザに。にしても、もっとまともな嘘なかったの？最低ね。何カッコつける。婚約者か。これでよかった。これは。見て見て、エルザ。次は。素晴らしい。よろしくね。